また歴史の歪みが発生しようとしています。おそらく今回の歴史の改変もドミグラのワームホだとしたら、放っておくわけにはいきませんね。今度の歴史では宇宙から来た人工生命体ベビーが相手です。ベビーは父さんやご飯さんをはじめ多くの戦士を洗脳してしまった。誰が敵として現れるか分かりません。くれぐれも注意してください。でね、スフル人、まさにベビーに取り散られてるの。目障りなサイヤ人め、消えてしまえ。お、俺が相手なのか。はい、はい、洗脳された俺からパンちゃんを守り通してください。あなた何者？サイヤ人なの？もしかして私の遠い親戚？邪魔をする奴に一緒に死んでもらう。誰だか知らないけど、助けてくれてありがとう。でもパパもボテおじさんもトランクスもみんな敵になっちゃった。でもおじいちゃんなら何とかしてくれるはずなの。ご苦労様は今新しい力を手に入れようとしています。その最後の一押しにパンちゃんの呼びかけが必要なんです。俺はパンちゃん、どうしてここに。時に戻ったよトランクス。油断しないで、これくらいじゃベビーの洗脳は解けないはずです。よし、俺の邪魔をする奴がまだ残っていたのか。こいつがベビーです。サイヤ人どもに滅ぼされた俺の母性も復活した。これから他の星の生物もどんどん寄生していって全宇宙を支配してやる。決戦も決戦、超最終決戦といこうじゃないか。いいだろう、くらえ。今度こそ本当にお前を殺して終わりにしてやる。俺たちツフル人はサイヤ人に滅ぼされたんだ。だからって地球のみんなを巻き込むことねえだろう。地球？そんな連中どうなろうと知ったことか。
ずいぶん自分勝手なのかな。まずい、ワームホールです。一旦戻ってきてください。ワームホールの行方を追いましょう。ちょっと待ってくれ。タウンを守ってくれてありがとな。また会えるような気もするけど。じゃあな。お帰りなさい。お疲れ様でした。ベビーを追い詰めたところでワームホールとは。またや次の巻物はまた俺が調べておきます。ええ、そろそろ慣れてきましたよ。人ってこうして成長していくんですね。